間みたいな出会いしたって。おい、ちょっとそこのお前、やっぱり桐生か。伊達さん。いえ、なんだよお前、いつ無所から出てきた。まあついこの間だ。たく、お前が出所する日は何度も問い合わせたんだがな、誰からも連絡が来やしねえ。まあでもよかったぜ、偶然でもこうやって会えたんだ。え、少し老けたか。まっとうに年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな。長かったな、桐生。よく頑張ったよ、お前は。しかし、無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。へえ、そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東城会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今、中国マフィアと東城会とでドンパチの真っ最中だな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年カムロ町で大火事があったことは知ってるか。ああ、無所で聞いた。その火事が東城会のカムロ町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋会って中国マフィアが入り込んだんだ。でそいつらと東城会の抗争が始まって、片桐にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな、東城会上層部に抗争の責任を押し付けるようにして、真島と堂島大吾を逮捕した。何、知らなかったのか。半年か、もう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東城会を動かしているのは。本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか。面識はねえが、確か二代目時代からの古参のはずだ。ああ、間違いない。その菅井だ。そうか。いや、お前はもう東城会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。遥はどうしてる。っていうかお前、なんでカムロ町にいるんだ。秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山に遥の居場所を聞きたいと思ってる。遥の居場所。遥は沖縄から姿を消したんだ。もう随分前からな。え、なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山なら遥のこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。はあ、実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社は閉めたぞ。ん、スカイファイナンスか。しばらく休業してる。多分まだカムロ町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何、すまんがそろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしよう。ああ、分かった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。分かった、気をつけるよ。ありがとな、伊達さん。お、いや、またな。Thank you.
しかして桐生さん？久しぶりだな、ママ。もうびっくりさせないでよ。本当に突然なんだから。悪かったな。ってことは出所されたのね。じゃあみんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだママ。ちょっと挨拶に寄っただけだ。あら、そうなの？それより伊達さんと店の前で会った。この街も随分物騒になったようだな。そうなの。ここ最近いろんなとこで殺人事件が起きて、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。桐生さんも気をつけてね。ああ、そうだ、ママに聞きたいことがあるんだが。何かしら？秋山の居場所を知らないか？ああ、秋山さんね。ごめんなさい、私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね。その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥かを見かけなかったか？え？遥かちゃん？遥かちゃんがどうかしたの？ずいぶん前の話だが、遥かが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのは遥かを探すためなんだ。そうなの。それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。はるかちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あとこのお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。それじゃ。おい、そこのおっさん。お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。
屋街で飲んでた。すいません、まだ準備中で。あれ、もしかして桐生さん。久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと、何ですか？スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ、マスター。ここ最近、秋山を見かけなかったか？そういえば秋山さん、最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、分かった。ありがとう。遥かをこの辺りで見かけなかったか？あれ、遥かちゃんですか？ご一緒じゃないんですか？ああ、ちょっと訳があったな。今遥かがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながら分かりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。もしもし、いや久しぶり。バンドさっき、ったく、時間食っちまった。鍵がかかってるな。しばらく寝てろ。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら
その懐の銃は必要ないのでは。ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまでご信用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方登場会の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん。それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか。ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なのでうまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへこれから起きることをそのままお伝えください。あ？おい、何する気だ。撃つ気ならさっさと撃たないとね。海王界ボスからの答えです。中国人が二人もやりやがって、殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。随分手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。誰だ？お前ちょうどいい。
あんたらに聞きたいことがあるんだろうな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。ありゃ、四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。うまいな。さあ行くか。ありがとうございました。なんだ、この先は立ち入り禁止だ。消えろ。何を突っ立ってる。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。僕に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を溜めてる。そうか、わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。来い。你留在这儿，别让任何人通过。
喂，那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来吗？我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吗？就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思議なもんだな。中国語でも何を言ってるのか、なんとなくわかるぜ。おい、日本人か、あんた。助けてくれ。こいつら俺を殺す気だ。頼む、助けて。黙れ。なんだかわからねえが、やるしかねえようだな。ほう、この人数相手に逃げようとしないのか。なかなか楽しめそうだな。別走下留情，把他给我杀了！名はほどいてくれよ、早く。ふう、命拾いしたよ。あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ健康慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前はなんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東城会のもんだからよ。連中ヤクザと見りゃ俺みたいな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ。あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。えらい殺気だってるな。狙われてんのは東城会の人間だけじゃねえ。その筋に近いグレーの方にも目つけられてる。だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った？ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東城会の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか？いや、そうは言わねえけど。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん、秋山のこと探してんのか？ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ、こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。まあ下っ端だけど、何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？桐生だ。ほう、桐生さんね。分かった、じゃあまたな。桐生、桐生、桐生一馬。いやいや、まさかな。そんなわけねえってな。
しもし、お母さんまで今日ちょっと帰り遅くなりそうなの。時間食っちまった。いらっしゃい。気に入ったぜ。さ、行くか。違うんだよ、本当だよ。あんた、他の女に入れ込んでるそうね。お金もつぎ込んでるみたいじゃない。え、いや、それはその、しかも毎日会ってるんだってね。その女のことそんなに好きなわけ？その話してるとテンションが上がるというか。へえ、本当なんだ。最低じゃない、あんた。でも実際に直接会ったことはないんだよ。だから浮気とかじゃないんだ。意味わかんないんだけど。いいわよ、あんたなんかもう知らないから。あ、待ってよ、ゆうかちゃん。すいません。あれ、ゆうかちゃんは？いない。そんな。おいおい、泣くなよ。だって誤解なんですよ。僕はただライブチャットにハマっただけなのに。ライブチャット？はい、そうなんです。ただライブチャットしまくってただけなんです。それなのに優香ちゃん浮気してると勘違いしたみたいで。違いますよね。ライブチャットは浮気じゃないでしょ。そう思いますよね。すまんが、そのライブチャットってのを知らんから何とも言えんな。え、ご存知ないんですか？あんなに素晴らしいのに。ライブなチャットのことですよ。あの、チャットは分かりますよね。チャット。パソコンとかを使って会話するやつじゃねえか？おお、まさにその通りです。
要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができるんですよ。要はキャバクラのパソコン版ってことか。まあ近いっちゃ近いですけど、楽しみ方はかなり違いますね。それにキャバクラでは楽しめないようなあんなものやこんなものも見れたり。あんなものやこんなもの、ちょっとは興味が湧いてきましたか。ああまあ多少はな。そうですか。あ、なんか話してたらまたライブチャットしたくなってきちゃった。そうだ、もしよければ僕がやり方を教えるので一緒にやりましょうよ、ライブチャット。え、俺が。はい、この先に僕の行きつけのネットカフェがあるので、よければそこに来てください。手取り足取り教えちゃいますよ。いや、だがパソコンは苦手でな。大丈夫ですって。見たくないんですか、あんなものやこんなもの。じゃあお待ちしてますんで、それじゃあまた後で。ああ気が向いたらな。ライブチャットか、少し興味はあるな。暇を見つけてネットカフェに顔を出してみるか。時間食っちまった。ああ、来ていただけましたか。準備はできているので、どうぞ。ああ、しかし、やり方がわからないんだが。大丈夫、僕が隣でバッチリ教えますから。さあ、座ってください。ライブチャットなら、このサイトがおすすめですよ。そのアイコンを2回クリックしてください。アイコン、これをこうか。ええ、これでライブチャットサイトにつながりました。女の子の写真をクリックすればチャットが始まりますよ。簡単でしょ。あ、チャットは普通にキーボードで入力してエンターを押すだけで OK ですから。それができれば苦労はしねえんだが。あ、この女の子なんかいいんじゃないですかね。よし、この子だな。ええ、入室できましたね。これでライブチャット開始ですよ。簡単でしょ。こんにちは、はじめましてかな。おい、話しかけてきたぞ。大丈夫、普通のことですので。さ、キーボードを打って返答しましょう。ああ、だがこういう時はなんて打てばいいんだ。とりあえず挨拶や褒めから入ってみては。かわいいねとかプリーズとか。わかった、かわいいねと。どうだ。かわいいですか、嬉しい。おお、照れてますよ。好感触だったみたいですね。
なるほどな。こうやって会話するのか。ええ、さあこの調子でガンガンチャットしていきますよ。たのしいぜっと私も楽しいよ。いやあなたってチャットのセンスありますね。女の子すっかりご機嫌じゃないですか。はじめはどうなることかと思ったが、慣れたらなかなか楽しいもんだな。そうでしょう。ですがライブチャットの本当のお楽しみは、え、他にも何かあるのか。それはですね、お、来ましたよ。楽しませてくれたお礼にサービスしちゃおうかな。脱ぎ始めたぞ。おい、これどうすりゃいいんだ。これは見せてくれてるんです。ライブチャットとはそういうもんなんです。そうなのか。これがライブチャット。そうなんです。さあここからが本当の始まりですよ。なかなか。なんと。もっと見せてって打ってみてください。もっと見せて。ワンダフォー。これは、はあ、お疲れ様でした。どうでした、ライブチャットは。楽しかったでしょ。ああ、なんというか充実した時間だったな。まあお前がハマったのもわからねえってもんねえな。でしょう。だが浮気じゃないにせよ、彼女を放っておいてまでやるのは賛成できねえな。実はその件についてずっと考えてたんですけど、僕一つの結論にたどり着きまして。結論？はい、僕には彼女なんて必要ないと思うんです。え？だって彼女よりもライブチャットの方が魅力的なんですもん。そう思いません？あんなすぐ怒るヒステリー女よりチャットレディの方が100倍優しいし可愛いし、そもそも彼女がいるとチャットする時間が減っちゃいますからね。だったら最初からいない方がいいんですよ。それならチャットし放題ですよ。いや、まあそうかもしれないが。よし、今日から心機一転、これからはライブチャットと共に生きていきます。では僕はチャットしに行くので、これでまたどこかでお会いしましょう。今度会う時はチャットルームかもしれませんね。ではでは。ああ。ライブチャット恐るべし。もっと他のものを探しに行きましょうね。やだ、私はハルカちゃんのグッズが欲しいの。ハルカだと。ハルカちゃんのグッズって言ったって、そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。探せばきっとあるもん。ハルカちゃんのグッズがいいんだもん。
売ってたとしてもはるかちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママは、はるかちゃんのお父さんに会ったことあるの？え？あ、あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もしかしたらいい人かもしれないよ。もう、何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子、はるかのファンだったのか。なあ、お前。え、な、何？お前ははるかのファンなのか。うん、そうだよ。あ、もしかしておじちゃんもはるかちゃんのファンなの？ん？ああ、そうなんだ。俺もはるかちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにはるかちゃん好きなんだ。変なの。おじさん、はるかちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに今はどこにも売ってないの。いや、悪いが俺も知らねえな。そっか、やっぱりはるかちゃんのお父さんがヤクザだからかな。はるかちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近ははるかちゃんの歌も聴いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところで、お前はどうしてはるかのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にはるかちゃんが握手会をしてたの。私んち、いつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるかは、なんて言ってた？私も友達作るのはうまくないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ。一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなこと。うん、それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。うん。おじさんははるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな、きっと。それ、私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか。さすがはるかだな。あれ、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか。前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに、でもあのコンサートでみんな変わっちゃった。悪い人が育てた子だなんて知らなかった。もう応援しちゃいけませんってお母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ、でもは
ルカちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がハルカのグッズを探してこよう。え？おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとうおじさん。あ、私アヤカっていうの。おじさんは？俺はキリュウだ。キリュウって名字でしょ？名前を教えてよ。カズマだ。カズマさん、ハルカちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。うん、わかった。待ってるね、カズマおじさん。さて、ハルカのグッズはどこで買えるんだ。まずはドンキホーテにでも行ってみるか。大抵のものは売ってるからな。時間食っちまった。いらっしゃいませ。そういえば、ハルカファンの彩香のためにハルカのグッズを探していたな。売っているか聞いてみようか。ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村ハルカのグッズは置いているか。沢村ハルカさんのグッズですか。お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。ああ、お待たせいたしました。お客様、申し訳ございません。沢村遥香さんのグッズはもう製造中止となっており、在庫もない状況でして。そうか、わかった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。そうなのか、よく知ってるな。よく遊びに行くもので。すみません、差し出がましいこと言って。いや、助かった、ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。アイドルファンってのはあいつらのことか。
片っ端から話を聞いてみるか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。むむ、何ですかな？拙者に何か？沢村遥かってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか？沢村遥か、ちょっと存じませぬな。最近のアイドルですかな？いや、3年前に引退したアイドルなんだ。だから最近というわけでは。それは最近ですな。何？というのも私、昭和アイドルのファンでしてな。平成に入ってからのアイドルは皆同じに見えてしまう。全く困りものですな。そうなのか。すまん、聞く相手を間違えた。忘れてくれ。おまたれい。あなたも私と一緒に70年代歌謡コレクションを聞きませぬか？魂が震えますぞ。いや、いい。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。あ？なんだよ、おっさん。沢村遥かってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか？沢村って誰だっけ？なんか聞いたことあるような気がするんだけど、俺夏メロには興味ないんだよね。夏メロだと？やっぱ時代はチャート1位のユキティでしょ。俺は常に先端のアイドルを追いかける男だからな。ってわけで昔のアイドルはよくわかんねえや。すんませんね。そうか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい。何でしょう？沢村遥かってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか？沢村遥か、すみません、私全国区のアイドルには疎くて。ん？全国区には疎い？私はご当地アイドル専門のファンでして、テレビとかに出ているようなアイドルには興味がないんですよ。はい、地方でけなげに頑張ってるアイドルを応援するのが私の生きがい。北海道から沖縄までのご当地プロマイドをコンプリートしちゃいましてね。見ます？また今度な。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい、何でしょう？沢村遥かってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか？あなた今、沢村遥かと言いましたか？ああ、ちょっとグッズを探してて。どうしよう！何？彗星のごとく現れ、瞬く間に僕らの心を魅了した刹那、突如引退を宣言した伝説のトップスター。あなたはその沢村遥かさんのファンであり、僕の同志というわけですね。ああ、そうだ。はるかさんの歌に俺も心を打たれてな。グッズとかを集めたいんだが、売っていなくて困っているんだ。何か情報とか知らねえかな？うん、なるほどなるほど。確かにはるかさんのグッズは引退騒動もあって販売取りやめが相次ぎプレミア化してしまっている。さらに時間も経っているため、今入手することは非常に困難なのです。そんなことになっていたのか。ですが、実はつい先ほど激レアはるかさんプロマイドを入荷した店があるとの情報を得ましてね、これからその店に向かおうかと思っていたのですが、あなたに譲ってもいいですよ。本当か？それはどこの店なんだ？ですが、あなたがはるかさんファンを装ったただの転売屋という可能性も捨てられません。なので簡単なはるかさんのクイズを出します。それに正解できたら同志であることを認め、店の場所をお教えしましょう。わかった、約束だぜ。では問題です。沢村はるかさんがプリンセスリーグ初登場した時に歌ったあの超有名な曲のタイトルはなーに？こんなんじゃないだ。正解！あなたを同志として認めましょう。
まあ簡単すぎましたかね。ではお教えしましょう。はるかさんのプロマイドがあるのは恵比寿屋という質屋さんです。ですが激レアですからね、他にも狙う同志たちがいるかもしれません。頑張ってゲットしてください。ああ急いだ方がいいみたいだな。じゃあ行ってくるぜ。